オフロード白バイ。災害に備え被災地を想定したコースでの訓練を公開。警視庁。舗装の一番進んだ東京の警視庁にしかオフロード白バイがないというのは皮肉なもんだ。産経ニュースの記事から。首都直下地震など大規模な災害に備え警視庁が配備するオフロード白バイの訓練が27日、夢の島総合訓練場で行われ、白バイ隊員らがタイヤや車両などが置かれた被災地を想定した起伏の激しいコースを走行した。警視庁は平成23年の東日本大震災をきっかけに、26年悪路でも走行可能なオフロードタイプのバイク10台を導入。緊急走行が可能な白バイに指定し、災害時にも道路状況などを素早く把握することを目指す。オフロードバイクを白バイとして活用するのは全国で警視庁だけで、28年の熊本地震などにも派遣された。坂口拓也交通部長は、災害が起こった時に一つでも多くの緊急交通路を迅速に確保できるかが、その後の国の将来を左右する。現状に満足することなく訓練を重ねることを期待すると訓示した。以上が記事の内容。ここからは試験になる。陸自は川崎 KLX、 以前はホンダ XLR もあったが、警察はヤマハのセローなんですね。私自身いろんなバイクに乗っていたが、最後に乗っていたのがセローでした。オフロードは走ったことはあるが、トライアルは見るだけでやったことがない。あんなことやると骨が何本あっても足りないと思う。白バイ隊員にはトライアル技術が必須で、仕事で始めたが、その後トライアル競技にはまる者も多いらしい。以前陸自の偵察バイクの訓練の様子の動画も上げているが、過酷さで言うとやっぱり自衛隊の方がきつそうだと感じた。白バイと偵察隊、どちらも練度向上のための日頃の訓練が大切なことは変わりはないと思うが、ご苦労様です。
災の被災現場ではどんなものが道路を塞いでいるか分かりません。いろいろな場面を想定して日頃からさまざまな障害物を乗り越える訓練を行っております。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなどどしどしコメントいただけると嬉しく思います。またグッドやバッドの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。